久保さん、ちょっとスカイプの新しい常識にしましょうか。今日ね、あの、スカイプにですね、ビーイングっていうのがね、搭載されてましたね。なんか、新しく、あの、搭載されてました <laughs>。で、まあ、チャットボットみたいなね、もう、デフォルトでこれがあの、AI が搭載され始めたっていうね。 昔ねあのなんかそのテレビ電話が無料でできるみたいなまあスカイプっていうのが出てきてみんなスカイプ使っててねすごい革新的なこれがタダでできるのかみたいなチャットとかあとテレビ電話とか全部ずっと無料でできるんですよねまあそっから時代は変わり変わってあのズームっつうのが出てきて でみんな Zoom になりましてまあ LINE も出てきましてまあそのどこでもねテレビ電話なんか当たり前にできるようになってで僕はもうずっとスカイプユーザーだったんで Zoom も,も出てきてちょっと使いましたけどもまあ Zoom がまた規約変更されて1対1がね無制限でできなくなって1対1が40分規制だったかな。 で、まあ基本、まあ僕はスカイプ、コンサルとかして、の時はスカイプがメインなんですけど、また、マイクロソフトが、これ、新しい常識というかね、スカイプいいよ、みたいな。スカイプは、エアム搭載されてるよ、みたいな話で。これやっぱね、どんどん変わってきますね。なんか昔の非常識が常識になって、 みんなスカイプ使わない非常識がまたスカイプを使い出すかもしれないですね。うん。これ非常になんか、あの、まあむ昔はね、そのスカイプって、まあ当たり前なんですけどもあの、相手とつながって、で、相手とやるっていうのが常識だったんだけども、今は相手とつながんなくても、もうスカイプの中に AI がいて、このチャットができるっていう。 しかもね、だいたい、もう1分圏内で回答してくれますね。うん。そう。じゃあ、このスカイプに、ネットビジネス、ネットビジネスって稼げますか <laughs> ちょっと聞いてみましょうか。ネットビジネスって稼げますかっていう。ちょっとこ聞いてみましょう。 入力してますね。入力してます <laughs>。いや、どんどんその、なんかアドバイザーというか、アドバイスが、人にアドバイスしてたんだけど、あ、来ましたね。ネットビジネスで稼ぐ。ネットビジネスで稼ぐことは可能ですが、成功するために多くの時間と努力が必要です <laughs>。ネットビジネスにアフリエイト、ストック、ストックフォト、ブログ、オンラインショップなどの種,類種類があります。 アフリエイトは商品を紹介してその商品が売れた場合に報酬を得ることができます。ストックフォ,トはフォントは自分で撮影した写真を販売することができ、ブログ側は自分の意見や情報を発信することができます。ただし、ネットビジネスには失敗する人も多くいます,成功するためには。成功するためには正しい知識やスキルを身につけることが重要です。あなたに合った種類のネットビジネスを選び、成功するために必要な知識やスキルを身につけることをお勧めいたします。 もっともらしい回答ですね <laughs>。正しい知識を学んで身につけることが重要と。まあ、そうですよね、うん。なんか野球上手くなりたいのにボール蹴ってたら、まあ、野球はうまくなんないですよね <laughs>。そもそも野球にボールを蹴るっていうあれがないですからね。でもボールを蹴ってたらサッカーはうまくなるけど野球はうまくなんないっていうね。うん いや、これはね、まあ、もっともだらしいですね <laughs>。まあ、これからどんどん常識変わってくるでしょうね。いってらっしゃい。